以後第19潜水艦は、第2本帝国海軍の移住後型潜水艦の3番艦。1937年の第3次海軍軍備補充計画により、1938年3月15日、1941年1月31日、偽装委員長に奈良原省後中佐が着任。1941年4月28日に、竣工した。 春行と同時に、奈良原中佐は艦長に着任。同日、横須賀陳述席となり、第六艦隊第一潜水船隊、第二潜水隊に編入された。太平洋戦争開戦時は、第六艦隊第一潜水船隊、第二潜水隊に所属。20日、29は、横須賀を出港し、23日1332、タンカン湾に到着。十六日、 第一航空艦隊と共に、タンカン湾を出港し、ハワイへ向かった。28日、空母赤城からサンフランシスコからウラジオストクへ向かう、ソ連貨物船についての警告を受ける。30日、E23 が後を落としたため、E19 は E23 の居場所について、赤城から発行信号で質問を受けた。八日の新自湾攻撃では被弾した味方機の誘導を行い、 1042艦隊と分離し、マウイ島東方沖に進出。9日、イロクが、オアフ島沖を東北島へ向け航行中の、歴新ン,ン級、空母1、巡洋艦2隻を発見したため、迎撃に向かった。10日、米召海機に2度ほど発見されて、攻撃を受けるが、被害はなかった。14日、アメリカ西海岸沿岸における通商破壊作戦に参加して、 米西海岸に向かった。22日、先行中に、ノルウェー貨物船パナマエキスプレスを発見して、来撃するも命中しなかった。その後浮上して追跡するが、追いつくことはできなかった。23日、北緯34度35分成形120度45分、北緯34.583度成形120.750度、 34.583-120.750のサンタバーバラ北方55海立地点付近で、米スタンダードオイルシャタンカー HM ストレーを発見し、2秒間隔で魚雷1本ずつを発射。この時、魚雷発射管内の魚雷1本の機関が突然、始動したためこれも発射した。魚雷は命中しなかった。25日0625、先行中に、 サンディエゴに向かっていた、米木材運搬船、バーバラオルソンを発見し、魚雷一本を発射。魚雷は、バーバラオルソンの船底下を通過し、30メートル、進んだところで爆発した。近くにいた、米商海オットアメジストも、この爆発を目撃している。1040、北緯34度00分、整形121度00分。 北緯三十四点零零零度整形十一点零零零度、三十四点零零零マイナス百二十一点零零零のサンペドロ近海で、米マコーミック汽船木材運搬船アブサロカを発見し、魚雷二本を発射。うち一本がアブサロカの五番戦争運限に命中し、撃破。積み荷の木材の浮力で過労して浮いていたアブサロカは、フォートマッカーサー基地近くの海岸に座礁し、 全損となった。1942年1月5日1720、真珠湾を飛行偵察しようとしたところ、射出機が故障していることが分かったため海上に降ろして発進させることにした。作業中、搭載機が米商海艇に発見され、さらに19も発見された。商海艇は発光信号で応答を求めてきたため、搭載機を発進させると同時に先行した。 2時間40分後、戻ってきた、搭載機と会合し、空母1、巡洋艦9、小型艦6隻の在泊を報告。7日、プビーカタリナ2機に発見され、2度ほど攻撃を受けるが、被害はなかった。8日にもカタリナに発見され攻撃され、15日、クエゼリンに到着。2月1日、クエゼリンは、マーシャル・ギルバート諸島軌道空襲を受けるが、19に、 被害はなかった。その後迎撃に向かったが空振りに終わり、クエゼリンに戻った。20日、29は警察船の支援トラバウル近海に現れた米第11任務部隊の迎撃のためクエゼリンを出港。この時、格納島は燃料タンクに改造されていた。4日、フレンチフリゲート省に到着し、二式飛行艇に燃料補給を行った。 21日、横須賀に到着し、格納塔を復元した。5月15日、e 十九は横須賀を出港し、17日に大港に到着。19日、エール作戦に参加して大港を出港。26日夜、ボゴスロフ島を飛行偵察。搭載機収容時、米ク地区下一席を発見。搭載機を収容している時間がなかったため、 搭載機を残したまま急速先行。後に浮上した時、搭載機は修復不可能なほどの損傷を受けていた。そのため、搭載機は処分された。29日から翌30日にかけて、ダッチハーバーを戦亡協定殺6月18日には、ウナラスカ島西海岸を戦亡協定殺19日には、ウニマク島を戦亡協定殺し。 多数の敵艦船の在泊を報告。29日、紹介区域を離れ、7月7日に横須賀に到着して、整備を受ける。15日、艦長が木梨高一少佐に交代。8月10日、19日は第2潜水隊司令潜水艦となった。15日、横須賀を出港し、ソロモン諸島方面に進出。23日07、072号、 南位07度30分統計162度15分、南位7.500度統計162.250度、マイナス -7.500162.250 の地点で、浮上構想中、SBD ドーントレスに発見されて攻撃されるが、被害はなかった。25日1600、駆逐艦と複数の航空機の護衛がついた、米準洋艦を発見するが、 距離が遠かったため攻撃に失敗。26日1425ガダルカナル島南、これは北に向かっていた米空母アスプを中心とする米機動部隊だった。29日、粘土を島グラシオサワンを飛行偵察し、駆逐艦一隻と飛行艇六機の在白を報告。31日1815グラシオサワンへ向け10分間砲撃を行った。 魚雷が命中したオブライエンと左遠方で炎上する空母ワスプ9月15日、ワスプを撃沈し、戦艦ノースカロライナと駆逐艦オブライエンを撃破する主君を挙げた。9月20日、紹介区域を離れ、25日にトラックに到着した。10月5日、イ19はトラックを出港し、ニューカレドニア方面に進出。19日、ヌーメアを 飛行偵察するが、収容時に搭載機が大破したため、処分された。11月12日、紹介区域を離れて、トラックに戻った。その後、ショートランドに移動。22日、輸送物資を搭載し、ショートランドを出港。24日、ガダルカナル島カミンボンに到着するが、ちょうど空襲を受けていたため、任務は中止された。27日、ショートランドに到着して、 輸送物資を下ろした後出港。30日にトラックに到着した。22日トラックを出港し、25日にショートランドに到着。26日ゴム袋入りの輸送物資25トンを搭載してショートランドを出港。30日夜、カミンボに到着し、輸送物資を会場に投棄した。百四十三年一月一日、ショートランドに到着。 2日、輸送物資15トンを搭載して、ショートランドを出港。4日、仮眠母に到着して、輸送物資を揚陸した後出港。6日にショートランドに到着した。7日、輸送物資12トンを搭載して、ショートランドを出港。9日、仮眠母に到着して、輸送物資を揚陸した後出港。11日にショートランドに到着した。十三日、 ショートランドを出港し、16日にトラックに到着。18日にトラックを出港し、25日に横須賀に到着して整備を受ける。3月24日、29は横須賀を出港し、30日にトラックに到着。4月4日、トラックを出港し、ニューヘブリティーズ諸島とフィジー諸島の間で通称破壊任務に就いた。29日夜、 何18度34分統計176度21分、何18.567度統計176.350度、マイナス -18.567176.350 のエファテ島東方沖で、エスピリクサント島からサンフランシスコに向かっていた、ベイリバティ船、ピーター・シルベスターを発見して、魚雷2本を発射。 魚雷は、ピーター・シルベスターの船底下を通過した後爆発し、損傷を与えることはできなかった。30日、スバ南東沖で、ベイリバキンフェーベイハーストを発見。3時間の追跡の後、南20度07分統計177度33分、南20.117度統計177.550度。東 マイナス二十点一一七百七十七点五五零の地点で雷撃して撃沈した。五月二日、フィジー諸島近海で、米貨物船、ウィリアム・ウィリアムズを発見し、雷撃。魚雷は、ウィリアム・ウィリアムズの左舷に命中し、縦十二メートル、横九メートルの穴を開けた。ウィリアム・ウィリアムズは一旦放棄されたが、その後乗員が船に戻り、米説もカタルパの助けを借りて、 フィジー諸島へ向かった。16日、南易19度00分、統計175度00分、南十19.000度統計175.000度、マイナス -19.000、175.000のスバ近海でポートビラからスバイ向かっていた、米貨物船ウィリアム K バンダービルとを来撃して、撃沈した。撃沈も浮上して、救命ボートを機銃走車し、 ウィリアム・ケイ・ワンダービルトの乗員1名が死亡した。6月6日、トラックに到着。7月4日、イは・ジューーはトラックを出港し、ニューヘブリティーズ諸島とフィジー諸島の間で通商破壊任務に就いた。15日夜、エスピリトサント島を戦亡協定察し、従順に輸送船1の在白を報告。7月20日、ビティレブ島を戦亡協定察し、 複数の空母と戦艦の在泊を報告。8月11日にも、ビティレブ島を、戦亡協定殺。13日、フィジー近海で、モータースクレーパー、クレーン、トラック、ポンツーンタ、重機多数を搭載して、スピリットサント島に、向かっていたベイリバキ船 MH でヤングを発見し、来撃。魚雷は、MH でヤングの機関室に命中刺激破。 戦争内に積まれていたポンツーンの浮力でかろうじて、浮いていた MH でアングは栄光されて、トンガタプ島に、ついでエスピリトサント島に栄光された。その後、イジューキューはトラックに戻った。9月27日、艦長が小林茂雄少佐に交代。10月17日、イジューキューはトラックを出港し、ウェイク島近海に出現した、米機動部隊の迎撃に向かった。 18日、予定を変更して、真珠湾へ向かうためクエゼリンに到着。23日、第二潜水隊司令潜水艦として、クエゼリンを出港。17日夜、真珠湾を飛行偵察し、戦艦一、空母1の在白を報告。その後、搭載機収容中に、米商会機がやってきたため搭載機は放棄され、搭乗員を収容した後搭載機を処分した。 18日、偵察結果を報告。19日、ギルバート諸島に米軍が来襲したため迎撃に向かう。同1802の定時連絡を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、25日2049、米駆地区間ラドフォードが1 3トル先で浮上した潜水艦をレーダー探知。調査のため接近中。 相手が先行していったためレーダーからの反応が消えた。2140、先行中の潜水艦を、ソナー探知したため爆雷い7発を投下し、潜水艦を撃沈した。これが、29の最後の瞬間であり、第二潜水隊司令、岩上秀俊大佐、艦長の小林茂夫詳細下乗員105名、全員戦士。沈没地点は、マキン島西方50海離地点付近。 北緯03度10分統計171度55分、北緯3.167度統計171.917 17度、3.167171.9171944年2月2日、ギルバート諸島方面で防湿と認定され、4月30日に除籍された。撃沈積数は5隻、計37,377トンに上る。また、 艦艇や商船三隻、計5万1557トンに損傷を与えた。艦長たちの軍艦誌403から404ページによる。H.M. ストレイは1943年5月18日に、E25 の砲雷撃を受け撃沈された。ピーター・シルベスターは1945年2月6日に、毒有望という862の雷撃により、撃沈された。 MH でヤングは、機関の損傷が激しかったため米、非分類雑液線アンテロープとなり、ハルクとして使用された。ありがとうございます。